エティエンヌ・ドラボエシは、フランスの裁判官、人文主義者。エティエンヌ・ドラボエティやラボエシーと表記されることもある。サルラ・ラカネダ生まれ。両親とも、法官貴族の家系であったが、早くに孤児とな領事に養育され、父と同じ法官の道を歩んだ。オルレルアン大学に進み、法学や人文学を学んだ。オレルアン大学の卒業論文として、23歳の 頃に自発的霊論を執筆した親友であるモンテーニュは、16歳、18歳の頃の著作と述べているが、実際には、大学卒業時の23歳の時である。ホッタヨシエチョ、ミシェル上官の人第一巻より、圧政は支配される側の自発的な霊従によって永続するという支配、非支配構造の本質を見抜いたとされる。 この論文は、筆校として、当時の知識人の間で広く読まれた。後にも大革命時の1789年や1792年にも、新刊が出された。1554年ボルドーの高等法位に、表情官として着任。1561年1月に出されたオルレアン、寛容直令に対しては、混乱を招くとし、権限書、正月直令に対する、 意見書を執筆した。ボルドーの高等法院同僚のミシェルド・モンテーニュと信仰を深くした。1563年8月18日、ペストと見られる病床で死亡した。詩人、翻訳家、著作家としてパリにも名を知られる存在であった。臨重の床で、モンテーニュに死はそれほどに悪いものではないさと語り、自分の死を悲しむ人々に逆に慰めの言葉を、 かけつつ死去した。1549年に出版された自発的霊獣論。ありがとうございます。